皆さんこんにちは。 NPO 法人うまみインフォメーションセンターの二宮久美子です。今日はうまみとは何か、そしてうまみをどうやって体験したらいいのか、どんな感じを口の中に持った時にうまみが感じられているのかなどを皆さんにお伝えしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。うまみにとって一番大切なのはグルタミン酸というアミノ酸です。グルタミン酸の詳しいお話に入る前に、アミノ酸とタンパク質の関係についてお話をします。今日私がここに持ってきたモデル、これはタンパク質です。タンパク質は20種類の違うアミノ酸が長い鎖状につながってできたもので、しかも複雑な立体構造を持っています。分子がとても大きいので、私たちの舌にある味を受け取る受容体に結合することができません。なのでタンパク質には味がありません。ところが一つ一つのバラバラになったアミノ酸の場合には、分子が小さいので受容体と結合することができて味を感じることができます。今日はこのオレンジ色のピースがグルタミン酸だと思ってください。これがうまみにとって大事な成分です。グルタミン酸は自然界に最も多いアミノ酸というふうに言われています。そして地球上で生きているすべての生物が自分の体の中でグルタミン酸を作っています。植物も動物も、そして私たち人間も毎日体の中でグルタミン酸を作っています。植物や動物などは私たちが食べる食材となるわけですから、その中にはグルタミン酸が含まれている。つまり毎日いろいろな食材からグルタミン酸を取っている、旨味を感じていることになります。ここにあるのはよく使われる調味料の代表例ですけれども、塩、砂糖、そして旨味調味料、いずれも白い粉、そして、塩は塩味だけ、砂糖は甘みだけ、旨味調味料は旨味だけを加えてくれる調味料です。これらの調味料の中には実は味を出すために大事な物質が含まれています。食塩の場合には塩化ナトリウム、砂糖の場合には諸糖、シュークロースといわれる物質が甘みを持っています。そして旨味調味料の場合にはグルタミン酸ナトリウムが旨味を与えてくれます。これらはいずれも単独の味一つだけを加えてくれる調味料であり、香りがついていないので、どんな料理にも、そしてどこの世界の料理でも使われているので、世界で愛用されている調味料です。今日お話しする旨味の他に、旨味には2つの意味があります。2018年に改定された広辞苑では2つの意味が明確に記載されています。1つ目は漢字の旨にひらがなの味、あるいはすべて漢字で書く旨味です。これはうまい味、おいしい味、またはその程度のことを表しています。英語ではデリシャスネスと呼ばれています。2つ目は旨味、馬がひらがなで味と書く旨味です。これは味覚の一つで、その成分はグルタミン酸ナトリウム、イノシン酸ナトリウム、そしてグアニル酸ナトリウムです。英語にした時にも旨味です。この2つを区別して使っていただきたいのですが、今日は2つ目の旨がひらがなで味と書く旨味のお話をしていきます。まず最初に旨味を体感して分かっていただきたいのですが、その時に使っていただきたいのが、ここにある昆布やドライトマトなどを使うと非常に旨味がよくわかります。どちらにしても口の中に水を含んで口の中を湿らせてから、トマトや昆布を口の中に入れて20回から30回よく噛んで味わってみてください。そうすることによってトマトの場合には最初は甘みや酸味を感じるかと思います。そして昆布の場合には塩味などを感じると思いますが、よく噛んで食べ終わった後に舌の上に何か残っている余韻のようなものがあります。それを感じ取るように舌に全神経を集中させて食べてみるということをやってみてください。そして最後に残った後味のようなもの、実はそれが旨味です。これが一つの味覚だとは思っていない人が多いのですが、旨味には大きな3つの特徴があります。一つは持続性があること、
酸味や甘味よりも長いこと舌の上に残ります。ですからドライトマトを食べた後に最初に感じた酸味や甘味が消えても旨味がずっと舌の上にじんわりと残ります。そして舌のどこか一箇所で感じるのではなくて舌全体に広がる味、あともう一つは口の中に唾液がじわじわと出てきているのを感じ取ってみてください。この3つの特徴を口の中で感じれば、あ、これは旨味があるなとか、あ、今日のトマトはちょっと旨味が少ないなというのが自分で判断できるようになります。ぜひ皆さんもご自分で試してみてください。この旨味は実は非常に弱い微妙な味なんですけれども、このグルタミン酸の旨味を強めてくれる物質があります。今日はこちらにトマトと昆布が置いてありますけれども、このトマトも昆布もグルタミン酸がとても豊富に含まれていますが、グルタミン酸そのものの旨味はとても弱い味です。この味を強くしてくれるのがこちらにある鰹節に含まれているイノシン酸、あるいは干し椎茸に含まれているグアニル酸などです。こちらのグルタミン酸とこちらのイノシン酸あるいはグアニル酸が一緒になることで旨味が7から8倍に強くなる、これが旨味の相乗効果です。間違ってはいけないのはグアニル酸とイノシン酸を足しても足し算であって7から8倍の旨味は得られません。グルタミン酸の入っている素材を上手に使ってイノシン酸あるいはグアニル酸との組み合わせを作ることで相乗効果が起こります。それではグルタミン酸は一体どこに入っているの、イノシン酸やグアニル酸はどこにあるのという疑問が出てくると思います。こちらのスライドにはグルタミン酸、イノシン酸、そしてグアニル酸がどこにあるかを示しています。ここのスライドにある野菜や昆布、チーズなどの発酵食品、肉や魚、それから干したキノコ類などすべての食材にグルタミン酸が含まれています。そしてイノシン酸は動物性の食材、肉や魚に特に多く含まれています。グアニル酸は干したキノコ類に非常にたくさん含まれています。この組み合わせを覚えておけばグルタミン酸の多い食材とイノシン酸あるいはグルタミン酸の多い食材とグアニル酸なる食材を組み合わせることで相乗効果で旨味を強くすることができます。実はこの相乗効果が科学的に証明されたのは1960年代ですが、それよりもずっと前から世界の各地でいろいろな出汁やスープストックの中で相乗効果は使われてきています。日本の出汁の場合には昆布のグルタミン酸、そして鰹節のイノシン酸が合わさることで相乗効果で旨味が強くなります。西洋料理のチキンスープストックや中国料理で使われるタンという出汁の場合には野菜から出てくるグルタミン酸、そして肉や魚から出てくるイノシン酸が相乗効果を起こしています。ところが日本の出汁と西洋料理や中国の出汁と一番大きく違うのはこちらが日本の出汁、日本の出汁の中にはオレンジ色のグルタミン酸、そしてもう一つ黄色いピースが入ってますが、これはアスパラギン酸です。どちらも旨味のあるアミノ酸なので、日本の出汁の場合には非常にシンプルな旨味の溶液を作っていることになります。それに対して西洋料理あるいは中国料理のスープストックやタンの場合には、肉や野菜から長時間煮込んでいる間にたくさんの種類のアミノ酸が抽出されてきます。これとこれを比べてみるとわかるように、こちらの西洋料理あるいは中国料理の場合にはたくさんのアミノ酸が混ざり合った複雑な味をしている中に旨味が入っているということになります。ですから日本の出汁というのは非常に旨味に特化された特殊な出汁ということになります。ではこの旨味があると一体どういうふうな料理の味の変化が起こるのかをご説明したいと思います。こちらはビーフコンソメに旨味を添加した時にどんな特徴が変化するかを調べたものです。グルタミン酸ナトリウムを 0.05% ほんのわずか入れただけなのですが、赤い丸で囲ってあるように美味しさや味の調和、濃厚感、まろやかさ、広がり、コク、持続性などが強くなっていることがわかります。そして下の方にある味全体の強さ、これも強くなります。このようにいろいろな特徴を強めて美味しさを引き出すのが旨味の役割です。
こちらはアメリカ人のシェフから教えてもらったレシピですが、上に書いてある基本のレシピは塩だけを使ったものです。このアメリカ人の場合には、最初はいつどこでうまみ調味料を使ったらいいのかわからないと言っていたのですが、独自の工夫をしてソルティうまみミックスというのをキッチンに備えています。塩が2に対してうまみ調味料1をあらかじめ混ぜておきます。で、この混ぜたソルティうまみミックスを塩の代わりに使う。塩とソルティうまみミックスは同じ量、小さじ4分の1を使っていますが、うまみ調味料を使った方は当然食塩の使用量が減ること、そしてうまみ調味料が加わったことによって味に広がりと深みを加えてくれています。減塩ができて、しかも基本のレシピより美味しくなるということで、アメリカ人のシェフの自慢のレシピの一つです。こちらもアメリカの調理師学校で紹介されたレシピですけれども、サーモンの塩漬けのレシピです。砂糖や塩、胡椒を混ぜ合わせたものにサーモンを漬け込んで冷蔵庫で4日間保存して作っていくのですが、この時にも塩だけではなく塩に旨味調味料を加えてあげることでサーモンの味がより引き立って、塩角が取れた美味しいサーモンの塩漬けが出来上がります。これがこの写真にあるように、いろいろな料理に使われています。世界にはさまざまな伝統的なうまみ食材があります。うまみについて科学的にいろいろなことが分かる以前から、いろんな国の人たちが試行錯誤の上でさまざまな調味料やペーストなどを開発してきています。ちょうど地図の真ん中あたりにあるトルコではサルチャというトマトペーストが使われています。このサルチャというのは、普通に私たちの手に入るトマトペーストよりもより濃縮されていて、天日で乾燥して味噌のような固いペーストになっていますけれども、これがトルコのお料理には毎日のように使われています。そしてヨーロッパではチーズや生ハム、アンチョビーなど、これも塩味やうまみの強い調味料として使われています。アメリカに行けばトマトケチャップやバーベキューソースなど、トマトをベースとしたものがいろいろなところで使われています。そして東南アジアでは魚を発酵させて作った魚醤類が各国で特徴のある味と風味を持っていますけれども、長く愛用されてきています。日本では味噌や醤油、鰹節など、そして中国では豆豉や豆板醤など、それぞれの国でそれぞれの国の料理に合ったものが開発されてきたわけですけれども、それらはいずれも旨味が非常に豊富な食材になっています。私たちにとって身近なうまみの多い発酵食品をここに並べてみました。発酵していれば何でもうまみがありますかという質問をよく受けますが、例えばアルコール、これも発酵で作られます。ワインや日本酒なども発酵で作られていますが、これは酵母がアルコールを作っているので、うまみとは関係がありません。また乳酸菌が働いているもの、例えばヨーグルトとかザワークラウトなど、これも酸味が主体の食材になりますので、うまみとは関係がありません。まず自分の舌でうまみがあるのかな、余韻のある味が舌に残るかなっていうのを試していただきたいと思います。そしてタンパク質が多い。この最初に出しましたこのタンパク質が多い食材、例えば豆類や肉や魚などが発酵や熟成によって出来上がった食材には旨味が非常に豊富に含まれています。ここに挙げたように味噌、醤油、納豆、豆豉や豆板醤、そしてチーズなど、熟成された食品の中には生ハムやサラミ、アンチョビ、そしてエビ醤や魚醤などがありますけれども、これらを使う機会があったら食塩、塩味の他に旨味が続くというのを感じ取ってみてください。簡単ではございますが、うまみの体験をして、皆さんもこれからうまみを活用して、そして美味しく健康な食生活を楽しんでいただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。